あ、今始まったの。こんにちは。こんにちは。さあ、お待たせしました。改めまして、皆さんこんにちは。私たち群馬県から笑顔発信、赤木なんです。よろしくお願いします。赤木なん、JA ファーマーズ、あがすまにやってきました。イエーイ。ファーマーズ吾妻はですね、2022年の10月1日にオープンしましたので、1周年を迎えました。おめでとうございます。ね、また 1年前も来ましたね。そうですよね、ちょうどこの時期、オープンしたということで私たちも来たんですけど、また帰ってくれて嬉しいです。嬉しいです。今日はね、1周年ということもあるので、はい、私たち赤木団がここ JA ファーマーズ吾妻を盛り上げていきたいと思います。皆さん今日はよろしくお願いします。それでは早速1曲聴いてください。赤木団で桜町特急。窓の外、花吹雪の向こう、見慣れた街。朝のベルが鳴るなら、愛だとせたるの愛。山際沈みゆく夕日、何度数えたの。さやか、思いさやか、さやか、もうさやか、もうさやか。自分さん。ふざけた帰り道も、涙に濡れた夜も、電話もぐっと抱きしめるよ。どんなことも勇気に変えて、グッバイデイ。桜と東京、景色動き出す。忘れないから、桜と僕、声もかけられないけど、切ないほどに大切だよね。バイバイ。詰め込んだよスーツケース、あの日々の希望も全部消えている。明日に一点の策略、グッバイデイ。
ございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日ね、赤木団のファンの皆さんもたくさん来てくださってますし、お買い物に来たらね、なんかライブをやっているということで、皆さん足を止めていただきありがとうございます。はい、赤木団は群馬県を拠点に活動しているアイドルグループです。社会貢献活動にも取り組んでいます。はい、まず一つ目はメンバー全員が認知症サポーターの資格を持っていて、群馬県から認知症アンバサダーに任命されています。イエーイ。はい、そして2つ目は群馬県の赤城山の緑を守るための植林活動を行っています。その植林活動を県から認めていただいて、環境 SDGs を皆さんに紹介するファシリテーターとしても活動しています。イエーイ。はい、そして3つ目はリサイクル活動です。地域の皆さんとプルタブは全てそれを車椅子に交換し、県に3台全部の市に寄贈することができました。イエーイ。はい、4つ目は群馬県の名産品や観光地の PR です。群馬のいちご、キャベツ、温泉、世界遺産の公式 PR ソングを歌って県外に群馬県の魅力を発信しています。イエーイ。はい、そんな活動が認められて、赤城団はアイドルプラス群馬特使として、皆さんご存知の中山秀幸さん、井森美幸さんとともに群馬県を盛り上げているアイドルグループです。皆さん今日はよろしくお願いします。それでは次の曲は、はい、JA ファーマーズ赤妻にもきっとあるあのお野菜の曲です。聴いてください。